ダジアブフォントはユニコード用ラージフォントである。ビットストリームベラフォントの改変版でオリジナルを拡張してユニコードの CJK 統合漢字を除いた大部分をカバーしさらに多くのスタイルを提供するようにデザインされた。ビットストリームベラファミリーは主にユニコードの基本ラテン文字及びラテン1補助の範囲に限定されていたが改変を許可するライセンスの下でリリースされた。 ダジアブフォントプロジェクトは、協調開発の過程を通して、広範囲の文字群を提供する、元のルックフィールを維持しながら、目的では始まった。フォントの開発は、多くの貢献者によって行われ、ウィキやメーリングリストを通じて組織された。ダジアブフォントプロジェクトは、シティパンローによって開始された。長い年月の間に、やはりビットストリームベラ書体を拡張する、 既存のいくつかのプロジェクト、アルウェンフォントファミリー、ベパ、レブフォント、スススタンダードフォントを含む、を併合していった。フォントは自由という意味でのフリーであり、それゆえに自由に埋め込むことが許されている。ダジアブフォントは sourceforg.net のダジアブプロジェクトから入手できる。最近になって、ラテン文字、ギリシア文字、 キリル文字など印刷上で類似する文字体系とは、印刷上では非互換な文字体系の扱いについて、ダジアブコミュニティ内部で、いくつかの質問があった。最も特筆すべきこととして、アラビア文字が追加されたが、それはいくつかのソフトウェア非互換性の問題を引き起こした。さらに付け加えると、ラテン及びアラビア文字は、根本的に書体へのアプローチが異なっている、ラテン本とは、 セリフと三セリフ版があるのに対し、アラビアフォントは異なる特質を持つ。異なるラテン書体と異なるアラビア書体の混合を、どのようにプロジェクトが取り扱うのかは依然として不確実である。アラビア文字とその他の文字の不確実な現状は、ラテン、ギリシア、それにキリル文字のみを収録したダジアブフォントのサブセットであるダジアブ LGC の発生につながった。 ダジアブはユニコードのサブセットである目マイナス1、目マイナス2、希望的には目マイナス3に含まれるすべての文字、アルファベットやアブジャド、それに記号の完全なモ羅ラを目的とするアクティブなプロジェクトである。小さなサイズでもクリアな表示を得るためのさらなるヒンティング規則を含むいくつかの追加作業が必要とされているが、その範囲はすでに相当なものである。優れた 印刷のための三セリフ及びセリフのカーニング規則のいくつかは依然として開発中である。それらのスタイルで工字を作り出す作業のいくつかも依然として必要とされている。多くの工字や置換の機能を必要とする複雑なインド系アブギダ文字群のサポートをプロジェクトが収録するかどうかは現時点では依然として不明である。バージョン2.29の時点では 以下のユニコードブロックの文字を収録している。オリジナルのビットストリームベラフォントで提供されていた10のスタイルは21スタイルに増加された。ありがとうございます。